じゃーん、みなさんこんにちは。ニハオ。ニハオ、ゆうこです。ピカリン店長です。はい、このチャンネルは日本と台湾がもっと仲良くなれたらいいなという思いで作りました、うんうん、もうね、もうすでに仲良しですけど、うんうん、まあもっともっとね仲良くなれたらいいなと思って、いろいろ動画を作っていきたいと思っています。そうですね、うん、見てください、台湾のパイナップルゲットしました、うん、美味しそうでしょ。糖度16度、うん、店長は15度。よかった。明日食べます。明日食べます。一度上がるから。それでは今回は、うん、台湾のお友達から紹介されました、うん、超人気バンド、国民的のバンドのリアクションムービー撮ってみたいと思います、うん、実は本当に見るの初めてなので、うん、すっごい楽しみ、ドキドキしてます、うん、はい、ファイヤー EX っていうね、ファイヤー EX、うん、楽しみです。日本で言ったらね、サザンとか、そんな感じ、グレイとか、スピッツとか、楽しみ、そんな感じだって聞いてます。はい、楽しみです。はい、じゃあ行ってみたいと思います。想念台湾的塔皮奥卡，我们都没想到这世界突然的变化，暂时回不去第二个家。なんかね、みんななんか優しそうな感じでね、声優しいね。なんかスキー場とか、日本の感じ、多分。だから多分日本にも結構来てる。何回も来てくれてるのかなっていう感じだよね。なんか優しい歌だね、で、みんな仲良さそう。我们之间距离相隔多遥远，关心彼此从来不曾停歇，就算我们总是说着不同的语言，心语也能完全まあね、ね、多分日本も入れてくれてる、東北の地震の、その被災地のお年寄りのお家とか、多分励ましに来てる。ちょっとね、知らなかった、IX さんが来てくれとったってことですよね。そうだと思う、ちょっと知らなかったけれど、みんな嬉しそう、おじいさんとか、おばあさんとかね、子供たちもね、今からサビかな、サビ、サビな感じでしたよね。元気ですか、有没有好好生活、请不吝加入吧、爱在我们的待发表示当家、总有一天会再相逢、またね、希望の明日。日本と台湾ってやっぱ普段からね、
僕らはまあ行ったこともないんだけれども、うんうん、なんかお祭りの交流とか、うん、やっぱそういうのすごいたくさん行われてる。本当仲いい。伝わってくるね、なんか愛が、日本への愛が。じゃあ、シワだけ見てる。やばいね。そう、そうだね。ミュージックビデオの映像がすっごい感動する。多分あの子供たちも、会ったことあるんじゃないかなと思う、で「お久しぶり」とか言ってるし、大変な時に助けてあげたってこと、助けてくれたってこと、やっぱり、台湾って もうものすごい日本に援助してくれたんね、だからお金、そうそうそう、台湾、世界のいっぱい国あるけどね、お金もそうだし、こうやってこう、そうそう、なんでそんなに日本に用意してくれるの、まあいろいろ歴史的にはあるかなと思うんだけど、まあ基本的には僕たちも大好きだし、向こうもう大好き、なんか自分のこと好きな人ってこっちも好きじゃない、ね、だからね、やっぱ今度台湾なんか困ったことあったらね、お互い助け合いしていかなきゃなって、曲もね、なんかすごいサビの方とか聴き心地よくて、いい曲だったなって、聴きやすかったね、またいろいろね、これからも台湾の曲とか聴いてみたいよね。聴いてみたい、いつか台湾行きたいよね。行きたい、行きたい、カウントダウンに行きたいって思ってる、まず、すごいね、綺麗じゃない、なんか映像とか見ると、ちょっとカットしようかな、めっちゃいいやん、本当に涙出てきて、初めて見てよかった、曲も聴いたし、はい、ちょっとお腹空いた、パイナップル食べたいと思います。台湾、美味しいんですよ、美味しいんや台湾、ちょっと値段も高いけど、その分味も美味しい、結構探しましたよね、売り切れてる、本当にあのいろんなスーパー行ってても台湾のパインってあのなくなってるんですよ、楽しみ、美味しそう、めっちゃいい香り、パイナップルの香りっていうね、いや本当美味しいよ、美味しい、せーので食べよう、せーの、あんま、あんま、すっごい、台湾のパイナップルって本当歯ごたえが違う、確かに他のとね、美味しい、はい、はい、一発目ちょっとグダグダですいません、見てくれてありがとうございます、はい、これからもね、はい、台湾のいろんな曲とか、
でもね、あんま知らないしね、うん、好きだけどそんなに詳しくないんで、いい曲とかあったらあのまた教えてくコメント欄とかであのリクエストいただけたらと思います。ここじゃないここじゃないね。うん、はい、あとあのこのチャンネル、これからもやっていきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録、うんうん、高評価、うん、お願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。またね。